新人をこう毎年弟子にして、まあ、教会に入れていたんです、昔はね。ただやっぱり日本映画学校という学校ができて、あ、まあ、うっちゃんなんちゃん路線で、まあ、そこからバカリズムさんとかこう増えていくんですよ。でただバカリズムさんとか伊藤麻子さん当時コンビだったんですけど、必ずマセキの社長から一回漫才協会に入んなって、やっぱ稽古予選、第二の稽古予選作りたいからって言われるんですけど、いや僕たちはテレビの方で頑張りたいんで、うっちゃんなんちゃん路線で行きたいんでって言うと、あそうだねって社長も折れるんですけど、なぜか我々ナイツは絶対ダメだと。なんでそれ。これはもしかしたら土屋くんのお母さんが、マセキ芸能社に昔所属してた、ね、演歌歌手だったんです、ね、はい、対馬亜紀っていう、この対馬亜紀を売り出すためにマセキ芸能社、はい、あの多大な借金を抱えてる。